立憲民主党品し国会で森友質疑で大炎上。本日、立憲民主党の品岳さんが国会にて、政府が森友学園に関わる文書を公開しないと質疑をされておられましたが、そもそもこの森友学園問題に関しては、現在刑事、民事で裁判が行われており、三権分立もございますので、 政府は裁判に影響を与えるような対応を取ることはできません。現状、立憲民主党はそれを分かっていて、3年以上にわたって大騒ぎをしており、国民の皆様も呆れておられるんじゃないかと思われますので、ぜひとも立憲民主党には 裁判中の問題で政府が取れる対応はないということを理解していただき、何らかの情報公開が真相解明に必要であれば、それは司法において判断される問題でございますので、これ以上国家において森友学園同行と騒ぎ、 国会の貴重な時間を無駄にしないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。